任せて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 、じゃあいけるいけるよ、俺ならいける、はいはい、あかーん、日本のガーディアンの皆さん、こんにちは。 EAA のモバイルと申します。今回はナイトフォール以降武器商人を攻略してきました。それで、皆さんにも攻略のヒントにつながればいいかなと思い、簡略的になんですが動画のほど作成させていただきました。よければご視聴のほどよろしくお願いいたします。今回僕が使用したのはハンターですね。でハンターはアークポールを使用していたので、レイデンフラックスと呼ばれるエキゾチック防具のうちの一つを使用しております。こちらの防具は非常におすすめなので、ぜひハンターの方は一度は使用してみてください。でエキゾチックウェポンはスカイバーナーの近いと呼ばれるスカウトライフルを使用しております。こちらのエキゾチックウェポンの、紹介なんですが、カバル系の AI に対しては非常にダメージが大きく出るといった優秀なエキゾチックなので、ぜひナイトフォール以降、またはナイトフォール以外の場所ですね、レイドリバイアさん、そういった場所でも使えるエキゾチックなので、まあ、好き嫌いが分かれてしまうエキゾチックですが、僕は個人的におすすめを非常にしております。で、攻略方法なんですが、まあ、ノーマルと変わりがないんですが、まあ、非常にナイトフォールの移行という名前だけあって、やはり相手が強くて苦戦する場面が多々あると思うんですが、ノーマルの攻略動画も上げてるので、ぜひそちらをチェックしてみてください。攻略方法はそこで、簡略的になんですが、ご説明させていただいてます。で、移行の攻略方法は、話を戻しますと、まあ、ゆっくりとパーティーメンバーの皆さんで、しっかり周りの AI を処理して、どんどん進んでいくのが、無難なのかなと、僕は個人的に思っております。で、黄色ネームは優先して倒してあげてください。で次に優先して倒さないといけないのがサイオンですね。今のシーンでも分かる通り、サイオンが一撃が重たい攻撃をしてきてくるので、そちらのサイオンを先に処理したり、黄色ネームを処理することによって、楽に進めていけるので、意識を置く場面とすれば、サイオンと黄色ネームですね。でここの場面で、動画内でちょっと映ってはいなかったんですが、左上または右上に護送船ですかね、船がやってくるんですけど、そちらの船の攻撃が一番痛いので、そこの船の攻撃をいかにかわすかが、ここのエリアは非常に進みやすさが決まってきてます。僕たちの場合はちょっと倒してしまうんですけど、まあ、倒し方は非常に簡単なので、ぜひ倒してみたいなと思われる方はパワーウェポン等を使って護送船を、倒してみてください。でノーマルとこちらも変わらずにゴリアテ戦車のとこまで行って、ゴリアテ戦車を先に、処理して、左側に見えるブラスターを処理するといった流れですね。で気をつけないといけない場面は、グレネードが下から飛んでくるので、そのグレネードを避けながらゴリアテ戦車を倒し、ブラスターを倒していくといった流れです。で無事ブラスターを倒し終わって、ドアが開くんですが、こちらのドアで、ワンちゃんたちが湧いてくるんですが、グレネード等で、簡単に倒せるので、グレネード等で倒してあげてください。で失ったパワーウェポン等はこちらで補給ですね。でここもノーマルの動画と同じように、優先して倒すべきロボット君を倒して、で後ろのカバルを倒していくといった流れです。まあ、ナイトコールも行こうとは言えど、攻略方法さえ分かってしまえば簡単に攻略ができてしまうといった流れなので、まずは攻略方法を理解することからガーディアンの皆さんは始めてみてください。といった流れで、無事こちらの処理もどんどんと終わってきて、自分は味方の蘇生に回っております。でナイトフォールの移行をクリアするとどうなるかと言いますと、なんとキャラクターの頭上にナイトフォールのオーラと呼ばれる非常にかっこいいオーラが表記されるので、ぜひこの機会に以降まだチャレンジされてない方はチャレンジしてナイトフォールのオーラを着用しましょう。でノーマルと同じように以降もここからブラックアスザーンにしっかりとダメージを与えていって、ソーラーセル投下のギミックを無視して攻略する方法
簡単かなと思います。でこの時にこの僕のハンターの先ほどのエキゾチック装備とアークポールを組み合わせることによってブラカスザーンにものすごいダメージを与えることができるので、ハンターの皆さんぜひチャレンジしてみてくださいといった流れで、ナイトフォール以降もこのように簡単にクリアができるので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴のほどありがとうございました。他にも EA にはたくさん動画が上がっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。勝手にね。お任せとけ。